さあ、行くぞ。おはようございます、柳です、本日、中国リーグの開幕戦です、いよいよ始まるシーズンです、今年は、JFL 昇格に向けて、絶対に、負けられない戦いが始まるので、一緒に、皆さんと共に、戦っていけたらなと思います。今日は、あいにくの雨ですが、対戦相手はバンベル鳥取さんということで、本当に昇格チームとの対戦なので本当に負けられない戦いですが、ぜひ福山選手に勝ってもらって、JFL 昇格の第一歩となるように、応援していきたいなと思います。絶対勝つぞ。えい近い。スタグル紹介する23歳男性。ピントがもう。ありがとうございます。ベンチ。はい、お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。では、それでは、檜山精肉店さんで購入した、このエンブレムコロッケ、紹介していこうと思います。エンブレムコロッケのミンチカツです。じゃあ、早速もう時間もないんで食べようと思います。いただきます。お、うん、あ、やばい。あのね、ミンチの香りと、あの玉ねぎのとほんのりした香りが、すごいいい味出してて、めちゃくちゃ美味しいです。このボリューミーなエンブレムコロッケ、めちゃくちゃ美味しいですよ、多分。これ何度も俺食べてるんですけど、めちゃくちゃ俺好きな味です、本当に。はい。それは何ですか？え？それ何コロッケですか？これはコーンクリームコロッケ。違ったらごめんなさい。多分コーンクリームコロッケ。ちょっと食べますね。いただきます。普通のコロッケ。普通のコロッケ。で、コーンクリームコロッケは中にコーンが入ってる感じですね。でもめちゃくちゃうまい。うん。うん。美味しい。じゃあコーンの方に。コーンクリームコロッケ。行きます。いただきます。うわ、うまっ。甘みのある味です。ほら。とても美味しいです。あとで全部食べようと思います。しっかり盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。Oh.
リーグの開幕戦でした、対戦相手は盤面取ったり昇格チームだってめちゃくちゃ強いチームだっていうのは分かってるんですけど、やっぱりどうなるか分からない中で、結果的に4対0で勝利することができました。まあ個人的には大久保選手が得点を取ってくれたのですごい嬉しいなって思いつつも もっともっと、また次に、頑張っていきたいなと思うし、応援に関してなんですけど、応援は英数学館の、子たちが、一緒に応援参加してくれたりとか、初めて参加してくれた人もいて、すごいいい応援ができたかなと思います。引き続きまた、頑張っていきたいと思います。で、次は、来週、第2節、NTN 岡山との対戦になってます。でアウェイです。はい、まあ、アウェーの試合は結構厳しいゲームになるかもしれないですけど、また引き続きみんなで一丸となって、しっかり応援がしていけたらと思います。来週は、来週も、よろしくお願いします。はい、で、ソサイチも、4月の7日にありますので、ぜひソサイチの方もご覧ください。今日は、雨の中のバンメル鳥取戦でした。じゃあ次の動画に、せーの、いってく。ありがとうございます。おまけ。ああ、ナイスボール。うわあ、撮ってない。なんかそれ定番化してるけど。この人が悪い顔してるっすね。悪いやつな。悪い顔してる。ああ、やばいやばいやばい。かまっちゃうっすやん。柳チャンネル登録よろしく。